はい。えー、おはようございます。こんにちは。こんばんは。生涯配信者、健太店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。えー、まあ、動画の概要欄にですね、私が運営しております。ホームページ、えー、オンラインサロン、えー、まだちゃんと活動してた頃の 過去動画の URL、はい、すべてまるっと集約されておりますので、お時間の方はですね、ぜひぜひ、えー、動画の概要欄チェックよろしくお願いします。で動画の概要欄に入りきらなかった過去動画はすべて再生リストに組んであります。ぜひぜひね、えー、チェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。で今日はですね、えっと、タイトル的にはですね、えー、アウトロー系 YouTuber の10年とかね、はい。 えーまあ、そんな感じのタイトルになってるかなと思います。はい、で、まあ、あのどんな話かと言いますと、まあ、このアウトロ系 YouTuber ってのはね、えー、私のことなんですけども、はい、もうとっくに、えー、そういう系の YouTuber 引退してて、まあ、今はね、本当にもうこうやってダラダラと、はい。 えー、ファイヤー生活満喫してるね、おっさんの、あのー、なんかザレ事みたいなのを垂れ流してるだけのチャンネルなんですけども、昔はね、一時アウトロー系ユーチューバーとして活動してた時期がありまして、はい。でですね、あのー、ちょっと僕のチャンネルをですね、えー、このアナリティクス、チャンネルのアナリティクスですね、 えー、10年間分のアナリティクスを、まあ僕が今こうやって見ながら、えー、順繰りにちょっと読み上げていきますんで、えー、まあ昔からね、見てくださってるリスナーさんと一緒に、あ、そんなこともありましたねとか、はい、あ、確かにね、えー、その時期バズってましたよねとか、はい、あのー、10年間でこんだけ再生されたよとかね、再生時間こんな感じでしたよとか。 まあ、そんな感じの、なんかアナリティクスに、ちゃちゃを入れていく、そんな感じの動画になってます。はい。まあ、リラックスしながらね、のんびり、聞いていただければと思います。でですね、えっと、私がですね、YouTube を始めたのが、このアナリティクスを見るとですね、2014年の7月なんですよね。だからもう、本当に、丸々10年。 えー、youtube で動画を配信しているんですね。はい。チャンネルの登録自体はね、2012年にしているんですけども、まあ、あのー、2年間ぐらい、ただ見てるだけで、はい、あのー、投稿はしてなかったんですよね。で、2014年のこの7月に、あのー、ゲームの動画をね、投稿し始めたんですよ。はい。 まだね、ゲーム実況者とかあんまりいない時代で、あのー、まあ、なんか僕もちょっとやってみたいなと思って、ただキャプチャーボードとか持ってなかったんで、もうテレビの画面をスマホを、この時スマホでもなかったかもしれないですね。まあ、携帯のカメラでもう自撮りするっていう方式で、えー、動画を投稿し始めたんですよね。はい。でね、もう最初の頃はこれひどい再生数でしたね。1日100回とかしか再生されてなくて、 で、これ2015年になんかね、ちょろちょろっと再生され始めてるんですよ。はい。で、ドカッと再生され始めたのが2017年ですね。1日でね、7万回とか再生されてる日がありますんで、ここでバズったんでしょうね、2017年。だから3年後ですね、YouTube に投稿を始めて、はい。<laughs> あのー、ここであの、ゲーム実況から多分ね、 僕自身のこの,あのアウトローコミュニティに属してた時のエピソードトークを始めたんですよ。はい。これが2017年のこの4月とかこの辺だったんでしょうね。ここでバズって、こっからね、2019年、まあ20年ぐらいまでは結構ね、再生されてます。はい。でね、トータルで見るとね、視聴回数が今、1656万7000回ですよね。はい。 で、これアナリティクスで見ると、まあ、1656万7000回なんですけど、僕のチャンネル概要で見ると、えー、これ皆さんが表示できるチャンネルの概要ですね。えー、1571万4000回になってるんで、まあ、あいろいろやっぱりね、トラブルがあったんで、<laughs> 100万回分ぐらいは動画削除してます、僕。は <laughs> い。弱小 YouTuber の、えー、100万回って結構大きいんですけども、まあ、それでもね、 えー、削,除削除せざるを得なかった動画がね、えー、100万回、100万再生分ぐらいありました。はい。まあ、なんだかんだね、やっぱりアウトロ、えー、アウトロー系配信者ってトラブルがね、多いんですよ。ね。<laughs> あんまりそういうのを見せないようにポップにやってますけども、結構ね、アウトロー業界ドロドロしてるんで、やっぱりね、昔トラブった連中とか、はい。まあね、いろいろね、そう、いろいろあるんですよね。はい、100万回分ぐらい、削除しましたけども、まあ、1600万。 56万、1656万7000回、ね。えー、ありがたいことに、こんな、えー、何の取り柄もない僕の動画をね、再生してくださったと。はい。で、次のね、これ、総再生時間っていうのがね、ちょっとね、あのー、僕の中で結構、あのー、誇らしいところというか、僕の動画長いんで、普通の YouTuber さんよりか、その、まあ、たかたか再生数1600万回なんだけど、総再生時間が長いんですよね。はあ なんとですね、私のチャンネル、10年間で、118万5000時間。<laughs> もう途方もないもう数字のう、はい、時間を再生してくださって、皆さんがですね、118万5000時間ですよ。一100千万、10万円は。これ、えー、1日が24時間なんで、24で割ると、えー、4万9375っていう数字が出るんです。なんで、 日数に直すと、4万9375日分動画を視聴してくださっていると。全世界でね、皆さんが。で、これを、さらに365、1年間の数値を割ると、135.273ボロワンって出るんですけども、もう135年分ですよね。えー、はい、1年間に換算すると、135年分動画が再生されていると。これね、結構ね、トーク系 YouTuber として嬉しいです。 はい。まあ、全世界のほとんど日本、9割以上日本ですけども、まあ、日本人のね、えー、135年分の時間を私のトークで、えー、費やしていただいたと。これはもうね、喋り屋としてね、あのー、すごく嬉しい、誇らしいことですね。はい。ありがとうございます、ね。ということでね、まあ、こんな感じでちょっとアナリティクス見ていってるんですけども、 そう。まあ、さっき言った通り2019年、うん、を最後に、ちょっと僕はね、あのー、YouTube の方をですねえ、徐々にフェードアウトしていこうと思って、まだね、結構再生数あったんですけども、えー、YouTube で、なんていうんですかね、その、精力的に活動するのはもうやめようと。うん これはまあ動画の、あのー、ね、チャンネル登録者さんはもう知ってると思うんですけど、まあ、やっぱり妻との出会いが大きくてですね、えー、動画のちょっと、うん撮影に咲く時間とか、あとはちょっと人生、プライベートとの両立が、このまま配信、このまま配信スタイルでやっていくと、ちょっと、うんなんか両立できないなっていうふうに自分で思ったんで、結構ね、この時期はね、YouTube で、まあ、広告収入稼げてたんですけども、 もうお金じゃないなと、うん。人生はね、お金いくらあっても、はあ、やっぱりそれを一緒にね、えー、そのお金で、まあ、なんていうんですかね、お金で買う、うその豊かさとか、えー、贅沢とかを共有できる人間がいないと、うん、まあ、意味ねえかなっていうことで、そうまあ、僕はその妻との穏やかな生活を優先したかったので、まあ、この、そうですね、2019年を、うん、最後に、 今みたいな配信スタイル、ほんとダラダラと、あのー、残ってくれたね、えー、まあ、子さんのリスナーさんを相手に、こう、コミュニケーションツールみたいなね、使うみたいな配信スタイルにしたんですね、はい。で、ここからチャンネルの再生数が激減しまして <laughs>、もう露骨ですね。はい。もう、ずーっと下がってって、よくても1日1万数千回再生になって、で、えー、っとね、これが、ここら辺かな、2021年。 これまさに結婚ですね。結婚した年だと思うんですけど、この結婚を境にさらに再生数激減していきます。はい、もう今では1日せいぜい2000回とか1000回ですね。1000回から2000回しか今再生されてなくて。 もうほんと完全引退状態みたいな感じですね。もう惰性でやってるみたいな <laughs>。まあ見てくれて申し訳ないんですけども、本当にこんな感じで、えー、これでも見てくださってる方は本当にありがたいなって思うんですけども。はい、あ。だからこのね、なんかね、あのー、YouTube さんが、この僕らにね、用意してくれているこのクリエイタースタジオっていう、まあ、ツールなんで、配信者向けのツールなんですけども、今回の動画でまあ何が一番言い,いたかったかっていうと、まあ、一番はね、 YouTube さん、まあ、および Google さんですねおよびっていうか並びに Google さんですかね、はい、もう本当にね素晴らしいなって企業として、うん、あのー、この視聴数とか再生時間とか、まあ、チャンネル登録者数の,この増減とかいろんな細かいねこのアナリティクスっていうかデータが見れるんですけどもこのグラフを見ると、まあ、10年間やっぱ配信者をやってきて このグラフの上がり下がりで、なんとなくやっぱその時の、なんか、ああ、こんなこともあったし、この時にこういうふうに自分の心境の変化があったんだなとか、やっぱこう可視化してくれるとして、データとして、すごいなんかね、まあ、手に取るよりわかるっていうのは言い過ぎですけども、わかりやすいんですよね。で、こうやってやっぱいろいろしみじみ思うこともあるし、うん、で、 何よりね、この YouTube さんのすごいところ、Google さんのすごいところって、このアナリティクス、全期間見れるんですよ。まあ今、ね、10年分言ってるんで、まあ、なんとなくわかると思うんですけど、全期間分、1日単位のデータがですよ、出るんですよ。これ、凄まじいことなんですよね。はい。10年分のデータが、1日単位で見れるって、ありえないですよ。 他の、あのー、プラットフォームで言ったらこれ。僕いろいろ、まあ YouTube だけじゃなくて、まあ今はもう正直ホームページの運営がメインでネットのビジネスっていうかそういうのがね。あのー、まあいろんなところから広告収入いただいてて、で SNS もまあ YouTube だけじゃなくて X とかね、Instagram とかね、まあいろいろやってて、で、いろんなこのデータを日々見るんですよね、やっぱり。はい。 広告収入とかを当てにしてる身ですから <laughs>、やっぱデータは重要なんで、結構ね、朝昼晩ってもう何回見るか分かんないぐらいデータを結構見るんですけど、全期間ですよ。これ始めてから、あのー、今までのこの逐一、全てが見れるプラットフォームって多分ね、YouTube さんしかないと思いますね。僕はね、いろいろやってるけど、もう YouTube さんしか知らないです。こんなに詳しいチャンネルのアナリティクスっていうか、うん。 でものすごい細かいですよ。これが見れるね、プラットフォームを提供してくれてるっていう、もう、この感謝がね、<laughs> 本当に、もう本当に僕、Google っていうタトゥー入れたいぐらい、冗談抜きで、すごい企業だなって。うん、で、結構やっぱね、あの、まあ、収益率、単価ね、まあ、YouTuber の数が増えたんで,で、芸能人の参入とかもあってね、 私、その、広告自体の単価が下がって、まあ、収益激減したりとか、やっぱり、これはあるんですよ。10年間で見ていくと。同じ再生数なのに、こんなになんか広告収入下がったな、みたいなとかやっぱりあるし。で、それに対して結構ブーブー言ってる YouTuber さんとか、で、いろんな、あの、YouTube とかのシステムが解約されたとか、そう。で、ブーブー言ってる人たちいるんですけども、 もう僕としてはね、こんな素晴らしいプラットフォームを提供してくれてるってだけで、いやもう YouTube さん、Google さん、本当にね、心から、もう感謝したいなと、うん。もう頭上がんないですよね、うん。よく文句言えるなって思う、思うっすね。他のその文句言ってる YouTuber さんとか。もう収益激減したら別にしょうがないだろう、うん。ね、それはもう、しょうがないです。時代の流れですから。はあ このね、YouTube クリエ a タースタジオっていうこのツールはね、今 YouTube スタジオか、これ。名前やかあって。凄す,すぎるよね。もうこれ Google さんならではっすよ、本当に。Google さんじゃないと提供できない環境なんじゃないかなって。うん、思いますね。こんなにしみじみ自分の配信人生見返せるってないだろう。うん、<laughs> ね。そう。はい。 まあね、あの、まあそんな話も交えつつ、この今までね、動画、僕のチャンネル、本当にね、10年前から見てくださってる方もね、まだね、何名かおるんですよ。うん。それこそ10年じゃないにしても、もう5年、6年見てくださってる人もいますし、昔見始めた頃は中学生だったのに、もう就職しました、なんてコメントとかね、いただいたり、書いてあったりいただいたりとかね。はあ、結構やっぱ考え深いものがありますよね。うん。 なんかね、ね自分が配信者になるなんてそもそも思ってなかったし、今はね、そもそも配信だけで全然成形立てられてるわけではないんで、なんか配信者っていうのもちょっと、はぁあの、抵抗はあるんですけど、うん、でも、なんかこう、長い間ね、カメラの前で、一人で、一人ごとブツブツ <laughs>、ね、喋、えー、ってやってるとはね、自分でもね、夢にも思わなかったんで、そう、なんかたまにこう、全機関のアナリティクス見返すと、あー、なんか、 うんなんだかんだ僕この YouTube で人生結構変わったよなっていう,うんのはありますね。はあ、まあ人間って、ね、何がきっかけで人生変わるかわかんないですけども、であの YouTuber になろうってね意気込んで結構本当に、まあ、1, 1ヶ月2ヶ月それこそ半年とか、まあ、1年とかでやめちゃってる人たち結構多いんですけども、 僕もね、やっぱりチャンネルのその再生数が下がったりとか、まあ今なんかもう本当に全然下がるもこそも何ももう底辺ですけども、バズってる時でもやっぱり上がれ下がりあって、ああなんかもうこんなんやってても意味ないかなとか思っちゃう時もあったんだけど、10年続けてみるとね、うん、いろいろ収穫がやっぱりありますね。はい、あ。YouTube 以外のことにも繋がりましたし、うん、人生というかいろんな可能性はやっぱり出てくると思うんで、 まあ、継続は力なりじゃないですけども、いくら再生数が低くてもね、続ける価値はあるんじゃないかなっていうふうにね、はあ、こんなアナリティクス見ると思いますね。うん。はい。というわけでですね、ちょっと長々と喋りましたけども、あの、今日はですね、ちょっと、うん、僕のチャンネルのアナリティクスを見ながら、まあ、10年間こんなふうに歩んできたんだなっていうのを。はい。えー、まあ、軽くですけど、ちょっと共有です。はい。まあ、まだまだ、 生きている限りは配信続けようと思ってるんで、ね。もうバズることは多分ないと思いますけども、はい。あのー、まあ、生存確認ぐらいにね、たまに、あのー、見返しに来てくれたら嬉しいなっていうことで、ケ田店長でした。はい。さよなら。ありがとうございました。